皆さんこんにちは、チェロの横坂です。この度7月の29日に、神奈川フィルの皆様、そして、指揮の熊倉さんと一緒にサンサンスのチェロコンチェルトを演奏させていただくことになりました。神奈川フィルの皆さんとは、そうですね、僕が学生の頃からお世話になっているオーケストラで、バイオリンの石田さんや、チェロの和森さんはじめ、友人といいますか、知ってる方もたくさんいるオーケストラで、いつもこう共演させていただくときにとても安心感がありますし、それから弦楽器の響きがとても洗練されていて美しいオーケストラなので、今回ご一緒させていただくことをとても楽しみにしています。そして指揮の熊倉さんとは、実は一度シューマンのチェロコンチェルトで共演させていただいたことがあります。もうとにかくお人柄がとても素敵で、表裏のない、そしてとても温かい方で、リハーサル の時間からオーケストラ皆さんをこう包み込んでくれるような包容力も、ある方 で、当時もそうですね、シューマン の晩年の悲劇的な部分についての話を一緒にしながら、オーケストラの皆さんをこう巻き込んで一緒にステージに上がれたという記憶がとても強く残っていて、今さらに、そこからドイツで勉強されているというふうにお話を聞いてますので、今回またご一緒させていただけることをとても嬉しく思っています。で、サンサンスのコンチェルトなんですけれども、これはやっぱりチェリストからすると、演奏時間は短いんですけれども、とても内容の充実した名曲の一つで、そうですね、冒頭のフレーズがとってもこう鋭利なといいますか、とても潔くてすごく印象に残るコンチェルトなんですけれども、間の2楽章ではとってもこう、なんていうんですかね、こう妊婦がこう舞踏を踊るようなすごく幻想的な場面もあって、そことのコントラストとか、それから構成で言うと、循環形式的な形で、3楽章あるんですけれども、その全てがこう関連し合っていて、一つの大きな、ストーリーを聞くことができるという、すごく素敵な作りになっているので、初めて聴くというお客様にもとても楽しんでいただける作品なんじゃないかなというふうに思っています。それでは7月29日に、皆様の演奏を聴いていただけることを楽しみにしています。それでは。